こんにちは、めぐです。こんにちは、かっちゃんです。かちゃん先生。はい、昨日はハッピーバースデー、おめでとうございます。ね、あの二十歳のね、成人式を迎えた時にね、大人になったと思って、すごく嬉しかったんだけど。それからね、もう三十五年経っちゃってね、もう三十五歳になった。え、だから、成人式から数えて三十五歳なのよ。四十過ぎたらね、年齢はね、成人式から数えるの。 うんまあそんなもんなんでしょうね。<laughs> だからア役にするともう40歳なんですけどね。<laughs> まあ何はともあれ、いやいや、お元気で、うん、いいお誕生日をお迎えになりましたね、<laughs> まあまあ、じゃあ。なんとかね生き、生きていきましたけど、こ、うんな日まで。<laughs> 元気いっぱい もう人生のね、折り返し点終わりましたんでね、はい、やっぱりこう、生についてね、<laughs> いろいろこう考えること多いんですよね。<laughs> うん、生きるということについてね。そう,そうそうそう。うん、例えば、<で>どんなふうにうんでで特にね、ここ最近ね、あのー、はい、ま、大阪市内の、ある、ある病院のね、ホスピスにちょこちょこ行く機会がありましてね。はい。 でそういういこことをね非常にかっちゃん、はい、ホスピスってどういったものなんですか、うん、だからホスピスとかね、あと病院のあの緩和ケア科ってあるんですけども、はい、要するにあの、あがんのね患者さんがまあ最終的に入院するんですが、がんの治療って基本的にはしないんですよ、要するに治療をできない患者さんが、うん、まあ入院する場所なんですね。はい でえー、いろいろなね、あのー、例えば吐き気とか <A> 痛みとか、はいね、そういった苦しみ、まあ、そういったものをあの緩和するような、まあ、治療をする、治療というかケアをするね、まあ、そういった、あのー、施設なんですね少しででも楽になると、ね、<で>いいですよね。 だからその肉体的な苦痛だけじゃなくて、まあ、精神的な、まあ、苦痛もなるべく取り除いていく、はい、で患者さんだけじゃなくて、まあ、ご家族、はい、で特にねあの限られた時間ってあるわけですよね、えー、だから私もあさってひょっとしたらぽっくりかもわかんないけどいやでただねその限られた時間というのが非常にこう短くねもう見える状態の患者さんなんですよね、はい、だから、まあ、私もねいつも言うんですけど、ね、あの限られた時間をなるべく大切にする、はい ね、それはまあ今お元気の人もそうなんですけどね、うん、そうですよね、うん、特に、まあうん、非常にこう重要な、ねまあ、場所なんですねで、えー、まず患者さんの苦痛をまあできる限り軽減して、はいね、それからあのご家族のケアもすごくこう大事なんですよねうんであの私のね今友人であの彦根市民病院の看護ア科の、ね、部長をしてる先生いるんですけども、はい、まあそこもね同じようなまあの まあ、ケアをこうされてるんですけどね、ええでえー、患者さん自身が心地よさや充実感、はい、満足感、うん、あるいは達成感、うん、あるいは息気感を持つことができることがね、はいまあ、自己治癒力をまあ刺激して、まあ、がんの進行を、ね、抑制できるんじゃないかというまあ考えとあるわけですよね、うん、だからそのためにまずはその肉体的な苦痛を和らげる、はい、それから可能な限り、まあ、真実り真実はね伝える。 うん。だから要するに病状の説明ももちろんしますし、カリしてあげるんですね。そう。それから必要に応じてね、はい、えー主に関してのお話もしていく。うん。ねそれからあのー、だから例えばねあの看護ケア科に来ましてねで今の病状伝えられてで特に男性でねもうガ,ッガクガっとなる方いらっしゃるんですよ。でも結構ね2日ぐらいすると、はい、あそうなんだ。 まあ今ある状態を認めてね、うん、え精神的に安らぐやっぱりそうだったんだなとかね、うん、まあいうケースもあるわけですね、うん、まあそれとまあご家族も精神的に非常に苦痛を伴いますので、はい、えそのケアに力を注ぐ、うん、まあそれからその人なりのこういろんなまあ希望っていうのがあるわけですね、はい、だからその希望にまあ寄り添う、うん、それからね、まあ、治らないんだけど、ね、治りたいっていう思いも非常にこう大事にするそうですよねそれがまた生きる力になりますもんね、はい まそれからと、まあ、必要に応じてその代替医療を積極的に利用する。はい、代替医療もいっぱいありますけどね。うん、あの、まあ、アロマセラピーとかね、まあ、リフレクソロジーとか、ヒーリングタッチとか、ヒーリング、はい、タッピングタッチ、それからカラーセラピー、はい、それから音楽療法、それからアニマルセラピーとかね。えー そだからあ,の、まあ治療的な代替医療ねさまざまあ、々な代替医療があるんですけども、うん、まあそういったものを、えーまあ、サプリメントも含めてそんなにね金額がかからないもので、うん、え使っていく、まあ、要するに患者さんあるいはご家族が希望すればあらゆるものを取り入れていくと、はい、いうことを心のケアっていう感じがしますね。うんうん、心のケアが一番大事ですねそれとまあ苦痛を、まあ、やはりこう和らげる、えー、はい。 えー、だから、まあ、毎年ねこうがんで亡くなってる方がいっぱいいらっしゃるわけですけどね。でそうですね生学、まあ、的な治療をね拒否する患者さんもいるし、うん、あるいは、ね、もう少しでもね可能性があるんだったらっていうことでそういう治療をね、えーはい、取り入れる患者さんももちろんいらっしゃるし、うん、ただそうですね今年のねお正月、えー、1月4日にですね、はいあの 東京ののお茶ククリニックのね、森崎一博士に、うんえー、お招きいただいて新年会行ってたんですよ。はい、でその時に、まあ、名古屋から来られたね、うんえー、クリニック開設してる岡田先生、はい、それから千葉県の総合病院のね、えー、統合医療をあの進めてらっしゃるあの先生と、はいまあ、4人でいろいろお話ししたんですけどね。うんでえー 例えばその胃がんになった場合ね昔はまあすぐ手術ってこと言われたんですね、はい、で最近は胃がんのの手術の前に抗がん剤を2回使う、はい、そしたら、ね、その名古屋の岡田先生がね抗がん剤使ったって手術するんだったらね余計衰弱するし、うん、免疫も低下するんだからしょう意味ないんじゃないのっていうことをまあおっしゃったんですけども、はい、千葉の,、ね、あの佐藤先生とかがね「はい、いや最近ねそういうのが流行してるんですよ」って。 まあそんなことをおっしゃってたんですけどね。だから要するにいろんな治療があるんでね、あのまあ一通りね説明を聞いた上でね、でご自身で、えー、最終的にね。 のまあ選択肢をね、まあ、見つけていくってことがまあ大事じゃないかなと思いますね、はい、うん、はい、なるほどありがとうございますここで番組からプレゼントのお知らせです「はい、ドクトルかっちゃん健康にキッス」この番組が CD になりました毎月5名の方にプレゼントしていますご希望の方はキッス f m のホームページ内リクエストメッセージまでどしどしご応募ください、はい、で今度ね、はい、あのー 講演会があるんですけども、えー、まあ心身医学セミナー、はい、で、えー、場所がですね、はいえー、まあ3月7日のね日曜日なんですけども、え栃、ー、木、えー、のサンニストンホテル、はいえー、地下鉄みどり線のね栃木駅新大阪から5分なんですけども、はい、そこにサンニストンホテルっていうホテルがあります。えー、で午後ね、えー、1時から、えー、午後4時半まで、はいえー、まあ私のね講演が1時間とあとまあ今お話したね、えー、ホリスティック あのこの市民病院の緩和ケア科の部長の黒間先生の、はいえー、講演がございます。またあのゼロ六六三三ゼロ八六一一そちらまでねえご,ごあのご興味ある方はあのはい,いぜひいらしてください。それでは本日もお健やかにお過ごしください,、はい。ありがとうございました。